中華民国国軍は中華民国の軍隊。陸軍、海軍、空軍、憲兵で構成されるほか、戦時には海順守が国軍に編入される。中華民国軍は中華民国憲法第36条に規定されており、中華民国総統が陸海空軍の統帥権を持つ。国防部組織法、国防部参謀本部組織法、 国防部政治作戦局組織法、国防部軍備局組織法、国防部軍医局組織法、国防部主計局組織法のいわゆる国防六法で定義されている。第20条の規定により徴兵制が敷かれていて、満19歳以上の男子は12ヶ月間の兵役義務を課せられていたが、2012年に停止された。なお、4ヶ月の軍事協連期間は残す予定である。 基礎訓練と専門訓練をそれぞれ8週間ずつ行う。基礎訓練は1日8時間の計320時間。専門訓練は1日7時間の計280時間。訓練終了後は予備役に編入される。訓練終了時の合格基準は、基礎は腹筋運動と腕立てを2分間25回ずつと19分以内の3000メートル、乾燥、専門段階では、 腹筋と腕立てを2分間32回ずつと17分以内の3000メートル、乾燥となっている。国軍である、中華民国軍は、正規軍で、陸軍、約20万人、海軍約4万5千人、空軍約5万5千人、憲兵隊、約1万2千人、予備役で、約165万人の兵力を要している。主力戦車926両以上、駆逐艦。 フリゲート艦26隻、潜水艦4隻、昨四百4 7 7機となっている。2016年5月には、評予艦国防部長が、サイバー部隊を陸海空軍と並ぶ、第四軍種として設立する計画を表明した。1949年以降の中華、人民共和国との軍事的対立を背景として、中華民国の軍事施設には、最新鋭の兵器、 軍用機、軍用船を装備する努力を続けており、2005年度の国防関係予算は国会予算全体の約15%に相当する2453億元となっている。2010年度の国防予算は3150億元となり、馬永久元相当は GDP の約3%を下回らないように努力していた。近年では 国防関係予算の削減が行われており、政府は特別予算を組むなどして対応している。将来的には総兵力を27万5千人から21万5千人まで削減。現在には17万人まで削減予定。女性兵士の割合は8%で、女性軍人は約1万5千人となっている。上限は8%だが、将来的には、 女性定因枠を拡大する方針を明らかにしている。2018年12月26日、四願平成に移行した。中国語での正式名称は中華民国国軍。中華民国国内の略称は国軍。公式の英語表記はリ e p u b l i c of China Armed f である。中華人民共和国は中華民国政権を承認していないので、うつ軍と呼ばれている。 中華民国が大陸にあった機関の軍事については国民革命軍も参照のこと。当時中華民国の指導者であった国民党主席の紹介席は反響の立場を取っていたが、露行橋事件第二次上海事変により国民革命軍は日本軍と戦闘状態に入る。国民革命軍は中毒合作により1927年からドイツ陸軍から 軍事顧問団を受け入れて、軍備の近代化を図っていた。これは1938年頃まで存続した。上海の防衛陣地、ゼイクトラインは有名である。大日本帝国陸軍に比べ装備、指揮ともに、劣悪な状態であったため、たびたび、日本陸軍に敗北、首都南京も戦とせざるを得なかった、という見方がある。その一方、指揮は旺盛で、装備も、 各国の援助で日本より優れていたから、それは間違いである、という見方もある。当時日本では中華民国軍を国民政府軍、あるいは国民党軍と呼んだ。ただし1940年に中華民国南京国民政府が発足するとこれと区別するために、蒋介石の指導する後日の国民革命軍を重慶、重慶軍と呼ぶことも多くなり、 当時の日本の家庭で貼られていた防空ポスターなどで、その故障を見ることが可能である。しかし、アメリカからの義勇軍の支援や、中国共産党の国民革命軍第8祖地軍のゲリラ戦や、延焼ルート経由で持ち込まれる、連合国軍の支援物資により、戦線を、硬着状態に持ち込むことに成功する。このため、結局日本陸軍は終戦まで国民革命軍に、 決定的な打撃を与えることはできなかった。第二次世界大戦後、1947年の中華民国憲法の発布に伴い、国民革命軍から現在の中華民国国軍に名称を変えたものの、中国共産党の人民解放軍との第二次国境内戦に敗れ、中華民国は台湾へ退避、中華民国国軍もそれに従った。 そして中華民国国軍はアメリカ軍の軍事顧問や国費に招兵した急に本陸軍の共感団による指導を受け再建、その後も復権賞金門島付近でたびたび人民解放軍と直接対峙した。1947年に海軍の一部として海軍陸戦隊を発足させる。兵器の多くはアメリカ軍により供与されているがアメリカ合衆国が 中国共産党によって建国された中華人民共和国と国交を樹立した後は自国開発も行うようになった。中華民国陸軍は全師団を旅団に改編した。このため中華民国陸軍に常設の師団は存在しない。現在台北市内にある各シェルター、交算式所が総統府及び中華民国国軍の最後の取り出となっている。 中華民国陸軍の軍旗中華民国陸軍の機上兵中華民国の憲兵総兵力約27万人。陸軍司令部の下には3個軍団指揮部、4個防衛指揮部、抗菌指揮部、防空ミサイル指揮部、航空特戦指揮部、ただ視察調室、陸軍教育訓練機純粋発展指揮部等がある。 中華民国海軍の軍艦機中華民国海軍の艦守機中華民国海軍の議場兵兵員数は5万、強である。編成としては、海軍司令部の下に艦隊指揮部、陸戦隊指揮部、教育訓練基準則発展指揮部、抗菌指揮部などが置かれている。中華民国海軍陸戦隊を有する。台湾国防部にとって、イージス艦の導入は悲願である。 キット級ミサイル駆逐艦の配備により、台湾海峡の海軍力の均衡は、当面保たれることになった。その他の装備については、台湾海軍官邸一覧を参照。中華民国空軍の軍機中華民国空軍の国籍標識総兵力5万強。空軍司令部の下には、政治作戦部、作戦指揮部、防空砲兵指揮部、訓練指揮部、抗菌指揮部等がある。 F-16A、B 戦闘機150機、警告戦闘機131プラス6機、ミラージュ2000戦闘機60機、F-5 戦闘機52機を保有し、2006年には最新の E-2 ホークア2 0 0 0を導入した。有事の際には、全国56カ所の飛行場の外、5カ所の幹線道路も48時間以内に、軍用滑走路に転用することができる。稼働率は、 警告63、63%、ミラージュ2000、65%、F-16、75%かそれ以上。従来は質に勝る中華民国空軍が台湾海峡の制空権を完全に維持できるとされてきた。しかし、近年は中国人民解放軍空軍の使用機材の近代化により、中華民国空軍の優勢が揺らいでいるとの見方もある。すでに、 F-5 戦闘機が対応年数を迎えつつある。また、ミラージュ2000は運用国が少ないため、部品調達は F-16 の3倍のコストに及ぶほか、フランスが同機種をラファールへ更新するために、台湾での運用継続も危ぶまれる。そこで、国防部は2006年頃から F-16C、D の導入予算を求め始めた。しかし、当時は、 野党国民党の反対で立法院が各種兵器の購入予算を渋っていたためアメリカ政府も F-16CD の追加売却の承認を保留した2008年5月には中国との緊張緩和を望む国民党が政権を奪還したまたアメリカはブッシュ政権が末期を迎えたため台湾への F-16CD の追加売却は 次期政権に引き継がれた。2012年現在も F-16C、D の追加売却は行われず、現在保有している F-16A、B-143 機分にフェーズドアレイレーダー等を搭載する能力向上だけが行われる。なお、国防部は F-15 や F-35 にも興味を示しているが、アメリカ政府は中華人民共和国との軍事バランスを 保つことを名目に、今のところこれに応ずることはないと思われる。そのため、当面は FCK-1 の改良も継続されている。しかし2019年8月20日、米国務省は F-16V66 機を台湾に売却することを議会に正式通知した。防空砲兵式部は、東園に位置し、発行防砲弾を管轄している。中華民国憲兵の軍機憲兵とは、 憲兵指揮官の管轄に属し主として、軍事警察を司さどり兼ねて、行政警察、司法警察を司さどる陛下の一種である。総兵力約1万5000人。警察と共に、テロ対策等を実施中である。憲兵指揮部の下には、4個指揮部、憲兵訓練センター、憲兵隊、憲兵特勤隊、刑事監視機センター等がある。ありがとうございます。